サムライティングのマックス鈴木と小川優馬と林義孝です。シーズン 5!4!4! 我らプロチーム、今回ですね、ちょっと集まっていただいたのちょっと理由がありましてですね、はい、マックスさんって、フードファイターとしていろんな料理を食べてこられてると思うんですけれども、はい、今まで食べた麺で一番美味しかったのって何ですか？麺です。ラーメンって言うと思ったで、ラーメンっていろんな種類があると思うんですけど、うん、カップラーメンってあるじゃないですか、はい、今マックスさんの隣に並んでいらっしゃる優馬さんと吉高さんって実は料理にかなり精通されていらっしゃると。はい、もちろん存じ上げております。ということでですね、今回優馬さんと吉高さんにですね、はい、日清さんのカップヌードルシーフード味と、ペヤングンさんの、焼きそばガーリックパワーのギガマックスのやつですね、これをさらにいろんな食材だったりいろんな味付けをして最強のカップヌードルにしていただこうという企画をやりたいなと思います。なんですけど、正直マックスさんの好みとかにもよってしまうかなというところもあるっちゃあるんですが、はい、今回両方とも食べていただいて食べ比べていただいてどっちが美味しかったかっていうのを、実際にしゃべっていただきます。ということでマックス鈴木さんにカップヌードル2種を食べていただくんですけれども、ただ食べていただいてどっちが美味しかったかっていうだけって、正直マックス鈴木さんすごい有利すぎるじゃないですか。いいね、分からないけど何侍は俺をいじめたいの侍っていうか人の闇が大好きなチャンネルなので、今回ですねちょっとマックス鈴木さんにも若干痛い目に遭っていただく機会を設けようということで、噂に聞いたんですけどマックスさんって食レポが大変苦手でいらっしゃると。まあ語彙力はないですよ勢いだけで全て済ませようとすることですから。なるほど。なので今回マックスさんに食レポをやっていただきます。でそれを客観的に我々が聞いて、この食レポだったら通用するな、この食レポはすごい分かりやすいなと思ったらセーフです。ただそれすごい分かりづらくねってなったらアウトです。それちゃんと公平な目線で見てくれる？もちろんです。 OK、はい、じゃあいきますよ。で比喩気をつけた方がいいです。比喩表現は本当に分かりづらい時あるんで、戸川さんのうどんハイチュウみたいなとか言ってた急なガチなフィードバックやってくださいああいうのよくない可能性もありますからね。なるほどね、はい、分かりました。じゃあ全身全霊で食レポしますわ。もちろん。じゃあいつもの決め台詞レッツクック。この絵面ずっと動画で見てたよ。やっと入れるねこの場にレッツクックということで吉高さんが作られるラーメンは何ラーメンですかね？福岡凱旋山盛りシーフードヌードル貝シーフードヌードル貝。なるほど、かしこまりました。ちなみにその下にある魚介たちはこれはエビとワタリガニとムール貝、タコ、ホタテ、イクラ。なるほど。出汁を取って具とかは全部もうこの辺の殻とかも外して、その取った出汁でなんていうの茹でるというか。あ、出汁で茹でるんですか？そう。じゃあ早速やっていただきましょうか。はい。じゃあよろしくお願いいたします。お願いします。はい。こいつが問題でムール貝でしたっけ？このヒゲの部分。あ、なんかついてるっすね。そう、これが汚れとかもなんか。いっぱいついてるんで、これを引っ張ったら取れるんですよね、こうやって。あ、本当だ本当だ。で周りとかにも結構そのひげ残りだったりとか、こうやってついてるんで、これもたわしとかで全部きれいに磨いてあげる感じですね。おい。エビとカニを焼いていきます。あ、焼き色つけていくんですね。大体どれくらい炒めるんですか？焼き色つくぐらい。あ、なるほど。焼き色つけるだけ。一回よいしょ。はい。そしたらこの下の焦げとかが取れて。あ、そうなんですね。この焦げも全部旨味になるから。だからめちゃくちゃ海鮮のいい色してましたね。これにさっきのルールがの、はいはい。で、はい、ホタテ。貝がパッカーンしてますね。もういい感じだね。貝は外しちゃう。これは貝は。外しちゃうんですか？外しちゃうと、もう火が入ってて出汁も出てて、これ以上やると食べる用だともう何食ってるか分かんないぐらい縮んじゃうから。あ、なるほどですね。じゃあ今のうち身だけ外しちゃおうみたいな。吉高さんがなんかエモいことやってますね。おお。あ、で下にもあらおしゃれでございますね。じゃあこれであと3分までは完成です。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ今回は、はい、ペヤングさんの超大盛りギガマックスガーリックパワーを、はい、さらにパワーアップさせますと。どういうことだで、ちょっとまあ二郎系に攻めていくんで、まあなるほど、焼きそばはもう工程もうね出来上がっちゃうから、その上のトッピングで、うん、まあ茹でたもやキャベドン、はい、ネギドン、はい、あら企業ですね。ドン、基本的にもうもろ二郎系に寄せて、で最後に背脂もう一発ぶっかけて、刻みニンニクも乗せて、このちょっとガーリック、まあ二郎系じゃないけどガーリックのやつを二郎系に仕上げるっていう感じで進めていきます。まあキャベツをもうざっくり使う分だけ。大体どれぐらい使うんですか？いやもう全然もうフリースタイルでいってる。あ、なるほどなるほど。食べやすいサイズにして、これ後で洗いましょうと。はい。まあネギは切っといて、切れない包丁で切ると辛くなっちゃうからね。あ、そうなんですか。そう、押しつぶすみたいな感じになるから。あ、なるほどなるほど。ともやしを茹でちゃいましょう。はい、キャベツともやし茹で。茹でもう。おい、これどれぐらい茹でるんですか？大体。もうなんかもう食感残るぐらいのサクッとでいいんだけど。なるほど。でも今回は余熱で火が入ると組んで、このままもうざるにあげちゃいます。これでもやキャベできちゃいました。肉ありますなると、ネギもあるんで、もうこれ作って乗せたらできちゃいます。お、時短でございますね。絶対これ木下優香さんやるから。そうね、似せる気ないものまでマジで炎上するだろう。そうね。あとは普通にペヤングを作っていくって感じですね。これが一番難しい作業だからね。嘘つけ説明したんだろう。でーん、大きいなこれ。タレ白いんや。白いっすね。あ、すっげえニンニク。ここにもやキャベをのせますと。はいはい。なんでテンション上がってんだろうこの人。さらにこれ切らないから、あ、直でいくんすね。ドカーンとチャーシューをのせて、うわ超美味しそう。ネギを、あ、しかもさりげにレイアウトも組んでるんですねなんでちょっと照れたんすか。レイアウトっていうかで、ちょっとね色があれだったからね、こっち側に。なるほどなるほど。ネギドーンですね。ネギ大事でしょ。でだよ。で続きは何ですか。ペヤングの背脂マックスの背脂を、ああまた別のペヤングですか。そう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 、あれからこのそう背脂とをトッピングして、これねちょっとね醤油が入ってんのよ。もやキャベがさ味ついてないからさ、水出てくるとさ多分ベースの味が薄くなっちゃうじゃんか。あ、確かに確かに。ここに、あ、結構がっつりいくんですね。いくでしょ、ここまでいったら。ほらほら、桃屋さんの、これマジうまい、刻みにんにく。刻みにんにくもう一度添えて、でなんか二郎系にありがちなちょっと軽く一味振っとくみたいな。で吉高さんの魂のゆで卵をオンザトッピングして、完成です。はい、ありがとうございます。マックス鈴木さん、大変お待たせいたしました。おはようございますまずはじゃあ吉高さんから、じゃあ入れていただいて。はい、もう出しましょうこれは何ですか？豪華海鮮シーフードヌードル貝です。カップヌードルってプロがやるとこうなるのね。びっくりしました。僕もシーフードヌードルとはこういうことだみたいな、プロが作るとですね。じゃあまずはそちらの方を実食先にいただきましょうか。はいはい。じゃあ吉沢さんのプロの作るシーフードヌードル、はい、いただきます。はい、いくらでしょうよ。いくらなんか九十九里みたいな味がするうわお、シーフードヌードルだ。ちょっと待ってちょっと待って、これは凄まじいぞ。これは身はちょっと置いといて、はい、まずこの麺もいきたいですよね。やっぱりこれラーメンなんで、うわすげえ、ちゃんと殻とか剥いてある。食べやすいようにここですよね。はい、いただきます。なんかねカップヌードルなんだけど、はい、なんかもう別物だねこれね。インスタント麺だけど、はい、もう最上級のインスタント麺みたいな味が。だからインスタント麺は崩れてないんですこれは。お、うん、これは結構比較としていいんじゃないですか。インスタント麺をフューチャーしてる感はちゃんとあるというか。なるほど。メインが変わってないですね。ここがプロなんですね多分ね。こういうことなんで素材をこう生かすって殺さないみたいな。次もある。ゆうまさんのラーメンが。あ、そっか。なんで忘れてんすか。そうだ、美味しいラーメンを作る、これで美味しい終了みたいな。ラーメン研究会じゃないですか。うん、うん。バッチグーでございます。はい。じゃあ一旦次に行きたいと思います。はい。はい、はい、お待たせしました。これなんて名前なんですか？ファックス鈴木専用お昼のキャラ弁当二郎バージョン。お重っ。いや重いでしょう。いやこれデカ盛りやん。じゃあいただきます。おいさあどっか食べる。おっごっついなこれ。ごっつい。もしもし。はい受話器じゃないから。違う違う。あるかな。おい一口言いましたね。あ、うまい。甘くて濃い味付けなんだけど、はい、多分そんなに煮込まれてる系ではないと思うこれ。あ、そう。割と出来は早いというか、そんなに時間経ってない。煮込まれてる系というよりは、うん、味はしっかりついてるけどフレッシュな角煮って感じ。あ、チャーシュー豚感はすごい残ってます。だからホロホロじゃなくてサクサクの方。ほんとすごいなこれ。ちゃんと野菜もあって、うん、キャベツ増しいただきます。おいハイパーうまいんだけどこれ。おー。ニンニクはちゃんとしてるんですが、ニンニクだけに頼ってなく、うん、ちゃんとした味付けもされていて、はい、あれこれ絶対流行ると思う。本当ですか。これレシピ公開します。どうします。まあレシピ公開できないようじゃないですか。絶対流行る、それぐらいやばい。今回ゆうまさんと吉高さんに、カップヌードルをより美味しくしていただく調理をそれぞれやっていただいて、でマックスさんに食べていただいたんですけれども、まずはマックスさんからどっちのカップラーメンが美味しかったかっていうのを公表いただきたいと思います。ペヤング。早いよ。ちょっと早い。ペヤングです。ペヤングでございますか。一択一択。そういう理由はもうね、グッと食べて好きって思った。あ、なるほど。好み好み。吉高さんのラーメンはどうでした？なんか美味しかったんですけど、なんかちょっと食べづらかったです。食べづらかったですか？具をとか。ああ、なるほどなるほど。殻むいたりっていうのがあんま好きじゃなくて。完全に僕の好み。ということで、はい、じゃあマックスさんの好みだったものは、ゆうまさんのペヤング。まあ多分ペヤングの味が多分好きだったんだと思うんですけど。あと豚がめちゃくちゃうまかったっていう。おー、最高にテンション上がりました。野菜に茹で具合も最高。なるほど。ということで、吉高さんまさかの食べづらかったという理由がありましたけれども、味は美味しかったですけど、はい、美味しかったと思ったので、では今回の、ラーメン対決だけで絞ると、ゆうまさんに軍配が上がったっていうところなんですけれども、もう一つ実は冒頭の方でお話ししたと思うんですが、マックス鈴木は食レポができるのかというところで、今回、はい、食レポを、まあ、その作ったものではなくご自身の中から出てきた言葉で喋っていただいたと思うんですけれども、まあ、実際客観的に聞いてゆうまさんと吉高さんの作り手の方がどう感じたのかっていうのをちょっと伺っていきたいなと思います。なんか全体的になんか企画なさってるだけで味に対してのコメントはなんかうまいとかなんか厳しい厳しい普通になんか例えとかも出てこなかったし厳しい。なんならゆで卵なんて多分一番何も言いづらいんだろうなと思ったけど完全に無視したんですよ。でもいいなって思ったのは、はい、顎でね、うん、音出してくれたからちゃんと。あ、咀嚼音、うん、確かにここまで聞こえてきましたからね。キャベツの音だと片手にしゃくれてるだけでね。やんな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 。ちなみにじゃあ吉高さんはどうでした？そうですね、唯一指摘センスを感じたのは九十九里浜だけだってそこしか俺は記憶に残ってない。逆に言うとそれ以外は全部どっか行っちゃったんですか。あとうまいしか聞こえなかった。ということでですね、マックスさん、日頃普段からマックス鈴木 TV のメインチャンネルの方でいろいろとライブ配信だったりとかメイン動画の方を出されていろいろ食レポされてる中で、食レポができないんじゃないかみたいな視聴者さんからの声がですね上がっていたと思うんですけれども、それが真実だったんじゃないかというこれはですよ、マックスさん、いやユーマさん、吉高さん、侍としてどうなんですか、この食に精通されてる方が食レポできないんじゃないかという身内に言われてしまうこの事態はどうなんですかと。もうしょうがないよ、だから食レポの旅に出ようよ。食レポの旅、食レポの旅に、何食レポの旅、旅に出ましょう。はい、経験値を積んでよりこう磨いていただかないといけないなという結論に達しましたので、次回マックス鈴木食レポの旅に出ます。何それ、パスポート海外の海外でございます。もうやってること水曜どうでしょうじゃん1週間分の着替え用意してねみたいな、そういうの練習怖っ。食レポの旅って何しかも俺もわかんないどういうこと次回の動画になるか次回なのか、いつか公開されると思うんですけれども、マックス鈴木食レポ力を高めるべく旅に出ていただきますので、ぜひ楽しみにしていただければというところで、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。これ何だったのこの動画。まんます本当に別にリアルにゆうまさんと吉高さんとかで打ち合わせした内容全部鈴木さんにお伝えしたまんます。食レポができるのかとっていうのと、あと普通にラーメンをゆうまさんと吉高さんでより美味しいものにできるのかっていうところで、鈴木さんに食べていただくっていうところなんですけど、その鈴木さんに食べていただくだけって正直贅沢な使い方というか、だったらなんかもっと面白いことできないかなって考えた時に、マックス鈴木食レポにすごい癖が強いという話をライブのコメントでありましたので、そうか、もっとじゃあそっちに寄せればよかったのか。だから振ったじゃないですか、ハイチュウのくだりとか。逆にごめんなさい、何だと思ったっす、なんかリアルに。いや、ごめん、正直言って、うん、ちょっと寝起きでもう普通に飯食ったって感じまんまやないか。